森田が依頼戦後に覚悟を持ってした発言、森保監督に陳解答されてしまう。まずは森田の発言。結局イラク戦で露呈した弱みを本当の意味で修正できなかった。いろいろ考えすぎて頭がパンクというか、正直、アドバイスとか外からこうした方がいいとか、チームとしてこれを徹底しようとかが欲しいですね。森田はざっくりとした指示ではなくもっと細かい指示が欲しいとのことだったが、森保監督の回答は、チームの基本的なコンセプト、対戦相手との噛み合わせとの中でのコンセプトベースは選手に伝えている。試合では必ずいと思って入っている。チームが活動する中で少しずつ全ての局面に対応できるように、コンセプトは積み上げていけてる。選手がまだうまく局面を打開できるだけのコンセプトの共有はできてなかったところはあったのかなと。このように森田の発言をガン無視した回答に日本サポビビリ散らかす。森保さんのコンセプトは我々にも全く伝わってこなかった。森田さんが求めているのはコンセプトじゃなくて戦術でしょ。選手からはもっとしっかりした戦術と提示してくれ。じゃないとチームとしての連動がない。ってチームの心臓ボランチ森田が言った。森保からしたらチーム戦術を落とし込んだ、あとは選手に任せた、戦うよってこと。これ職場でもよくあるやつ。上司は仕事を落とし込んだつもり。森田の勇気が台無しに。